はい、今回の動画はパワーポイントで素早くスライド一覧の画面に変更するちょっとした、ね、小技をご紹介します。で、パワーポイントでもうある程度ですね、スライドの作成が完了して、最終的にですね、全部のスライドをですね、細かいところではなくて、こう全体としてね、この流れを確認をしたいといった時に、パワーポイントでは全部のスライドをですね、この一覧でですね、表示させることができるんですけども、このね、表示に変える時にですね、もちろんね、マウスの操作でやってもいいんですけども、キーボードの操作だけでやることによってですね、より素早くですね、スライド一覧の画面に変更することができます。それではね、早速やってみたいと思うんですけども、まずはですね、そのパワーポイントのね、スライドをね、開いた状態で、キーボードのオルトキーを押して、続けてアルファベットの WI の順に押してください。はい、そうするとこういった形でね、一番最初のスライドからですね、この順番にですね、最後のスライドまでですね、この一覧で見ることができますんで、この画面ではね、もちろん細かいところをね、見ることはできないですけども、こう全体のね、このスライドの流れをね、ここでね、まとめてチェックすることができますんで、スライドがある程度完成してですね、この全体の流れを見たいときにですね、この AltWI でですね、この一覧の表示に切り替えてもらえるといいと思います。で、またね、元の表示に戻したいといったときは同じですね。同じくキーボードのオルトキーを押して WI と押してもらうと、元のですね、表示の状態に戻すことができます。ちょっとしたね、小技ではありますけども、覚えておいてもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。